と道英くん浜子は,はあさんはじめましてありがとうございます猫神シルフィードさんわ、はあさんなおさんプロストさんかなちゃん、えー、ディクトくんグレくんプロストさん、えー、ひろとくんこんばんは吉田ちゃんぶりだよねそうだよねありがとう全部あーいいないいなっても、まあ、私も見れるけどさ。<laughs> みんな今めっちゃ見てるよね10分で届き始めてたけさんやっちちかなみさんレフバンさんななともくんはっちんこんばんはもーちゃんこんばんはありがとうあみあそうだみんなの感想を聞きたいわそれはそうとみさきちゃんゆっきーこんばんはありがとうそうあそうだ昨日配信できなかったからねいろいろ話したいことがいっぱいですね 大本さんもこんばんは。ありがとう。まごめんもこんばんは。みんな受け取ってくれてありがとうございます。なすみちゃんまさとさんこんばんは。ありがとう。まあねちょっといっぱいいっぱい。海賊旗。あすごいね。そんないろいろ一気に届いたんだ。見てください。皆さんも見てくれてると思うんですけど。わあ。でもなんかあれですね。年末に 年末に届くというか年末までに届くのめっちゃよくない <laughs> 年末ゆっくりね見れるからいいですね。ばあちゃさん私こんばんはありがとう来てくれてみんなどっちもゲットしてくれてんやなありがとうございますほんとに。 取材していただいたりとかっていうことがあるからその度に自分たちでもなんかね見たりとかってしてますがエドバさん、えー、まさひろさん横浜くんみやさんてみきはいティ、こんばんはありがとう皆さんありがとうございますそう改めてすごくねいい映像にいい写真ですねもう本当にあの写真 新州の方もなんか我ながら私たちかっこいいじゃんってね思えるぐらい <laughs> よかったな本当。つぐちゃんハらジこんばんはありがとうって言ってくれてあらありがとうクリスマスシーズンだねすっかり潮太郎ありがとうそう 2L がね ツエルが今回そう今回販売会がねちょっと用事が重なっててできないんですけどえっとじなんで、えっと、販売期間は明日の23時59分までで延長されててでやっぱりみんな多分ね恋虎の写真がね欲しいと思うので小イトラの写真を多めに用意してあのるする予定でで えっとコンプされたい方とかもいるかもしれないからそういう方用に「あの長渕さんとキロロあります」っとなんか何のことですかってなると思うんですけどえっと今回そのプレミアムライブで「時差子を励まそう」の回でえっとまずまずのえっと長渕剛スタイルで3人で出て。 あ入っていそうなんだあそういうの教えといてほしいライダースがいいちょっとなんか枚数とかをのあれこれでうまくいきそうだったらみんなの要望を答えてねあの選びたいんですけどで長,渕長渕さん会長ボーカルで私たちも一緒にやったんですけど長渕さんはあのサングラスサングラスか,かけてはないんだけど、ね、こう持ってこうやってめっちゃキメキメな。 ライダー好きに履いて好きにー普段履かないんだけどそうさんあるのののは強いのそうなの嘘欲しい <laughs> あグレイグありがとうそうだから3枚購入される方がもしいらしたらあのー、その3つがね当たるようにはしようと思ってますうんじゃ売り切れはねないと思う多分結構在庫多めに用意してるからそう かけてたよそうかけてたけどなんか顔,顔見えないとあれかなと思ってこう,こういう感じで撮っ,って <laughs> っていうのとっていうかっこいいやつとあとキロロさんの「の長い間」っていう曲を舞ちゃんがボーカルで歌って私と会長がピアノ多い人ので <laughs> あのその時はちょっと白いワンピースでこう,こういう感じであのピ,アピアニストみたいに決めてる写真がま,あまずある <laughs> のとであと恋虎の。 ベレー帽をかぶった写真があるので、えっと、全部アングル違いで写真はあるですけどその服装は全部で3種類あるので、まあ、もし3枚購入されるんだったらそれは、えっと、その3種類がいくように私もその販売会ないですけどあの分ける割り振りしますので、はい、よろししくお願いします特典会はそうなんですよ長渕ではなかったからねっていうも <laughs> うこの会話がおかしいけど長渕じゃなかったからね。そ イトラ24だったからいや本当にねまあごめんなさいもう本当にねすごいライブだったんですよねあれは結構伝説だったなーって思います <laughs> 伝説になるしかないライブでしたねうんそういやさそうそうそうでかよだから舞ちゃんが歌ってる時に 私と会長、まあ女装した会長と私がこうやって座ってこうやってピアノを「<laughs> 気づいたのあなたか」ってめっちゃう <laughs> めちゃめちゃやった大ィ、そうそうだからえっと最初にその長渕さんスタイルで3人が出てきてでやるで終わったらすぐまた幕が閉まるで急いでお着替えして。 で、ピアノを弾かないのにわざわざ用意していただいてエアピアノする着替えてみんな白いワンピースでやるで終わったらまた枠が降りる枠降りたらまた急いで着替えてでえっと恋イトラの準備やって高さん、そうでしょういやあのねコイトラは結構そのこれ本当にその <laughs> えっと当時のファンの方々が泣いてました <laughs>。 完全再現すぎてなんかベレー帽であの衣装がベレー帽で恋トラってなんかうん後ろ向きで後ろ向いてこうちょっと今映んないけどペンギンみたいな形にして待機して曲が始まったらこう揺れてで振り向いて歌い始めるっていうやつなんですけどもうそこも再現してでそのこの声やトランジットってまあ分かんない人もいると思うんですけど私がそのラストアイドルっていう元もともといたアイドルグループで ディノさんにプロデュースしていただいた曲であのセンターをねやらせていただいてたんですよっていう曲だったので今回やることになったんですけど結構そのワンハーフが多くてあの曲フルでやるってほぼほぼないほぼほぼないのよだからすごい久しぶりにフル尺でしかもその普通6人で歌うパート割を1人で歌いながら踊ったから死ぬかと思ったほんとに。 早着替えしながら 2L の写真も間々で撮ったりとかってしてそうシュータロンそうだよねだからなんかね当時を知ってても知らなくてもなんとなくその私が恋虎っていう <laughs> 曲をやってたっていうのはね分かっ知ってらっしゃると思うからめちゃめちゃエモかっただろうね私もあんなに踊ったのがまずすごい久しぶりだったなんか結構普通に。 えっと、もうサビ、あの踊りを久しぶりに踊って。<laughs> あ、ハッピーさん、ありがとうございました。ありがとう。もんち、そうなんだよ。ツエルってね、意外とね、あのー、大変なんですよ。<laughs> 大変というか、なんて言ったいんだろう。<laughs> こういう時間がない中で、でも全種類、写真が欲しいって時は、結構間で撮ったりとかする時があります。ジャック、そうそうそう。だから、まいちゃんはめっちゃ覚えるの早くて、 なんか会長がねちょっと本当に大変でしたね <laughs> だから私はなんか A メロとか B メロとか振り付けをつける予定だったのになんか全然覚えてくれないから <laughs> めっちゃ簡単なステップに <laughs> しましたそうでも私は本当にそう恋虎はねなんかある意味練習ほぼしてないですもう。 今思ったらすごいよねもうあれ何年も前なんですけどその歌詞の確認もしてないし振り付けの確認もわざわざそんなにしてないなんか一応その振り付け動画見たんだけどその2人のも教えないといけないし見たは見たけどなんかなんだろうもう染みついてるから練習がいらなかったもうそう結構。<laughs> 舞 <laughs> ちゃんもっとね絶対そういや舞ちゃんは本当に覚えるのも早いしで上手いし私はめっちゃ踊らせたかったのに陽子が全然踊れないから <laughs> 本当にそう梨うちゃんがあーそっかジャックフルで覚えてたねだからあのね本当はねその A メロ B メロも可愛い振り付けがあるんですけど今回ボーカルがあったから 全部踊ってるともう体力がね持たないのでちょっとそこら辺はカットしたんだけどあありゅうさんありがとうこちらこそありがとうございました踊りなれそうもうこういとらが多分一番踊った曲だからなんかそう全然予習、うん、復習しなくてもでき,できちゃったねーうーんそうえ <laughs> りょうちゃん実は天才じゃね実は <laughs> 分かんないけどアイドルは向いてたのかなある意味振り付け覚えるのはね得意になったしそうヨ子コが来たんですよ名古屋のライブにね <laughs> いや本当に、なんかすごい盛り上がりだったしすごい人の数だったし <laughs> もう <laughs> リオちゃんのダンス講座参加したい,いやもうね頭抱えとったよ本当に。 なんかねそのえっとその名古屋の恋虎、まあ、が終わって,てこアンコール頂い,いて恋虎をもう一回やってでその後座談会をやったんですけどなんかそこでねいろいろ話したけどもカラオケボックスの中で3人でめちゃめちゃ練習して「<laughs> あハマ、ま、っ子ありがとう!」「そうあ高さゆうすけさんこんばんは」そう「一部の話もしていいですか?」「一部と二部どっちも振り返りたい」なんかねその これもその一,、えっと、一部がアコースティックライブだったんですよ一部アコースティックライブまあそもそもが一部アコースティックライブ二部バンド編成っていう、えっと、形でもともと組んであってで名古屋でその、まあ、年内ラストのライブだよっていうので普通に控えててまあ普通にいつも通りやる予定だったんですけど森こんばんはありがとうごめんもうね喉がねまだ枯れてるだったんですけどでなんか えもう本当に3日前とかだよね確か3日前とかかなそのライブがある3日前か日なんかそれぐらいの時に、まあ、ディ紗ちゃんがコロナになったっていうのを連絡入ってでさあどうするってなってでまずその名古屋のライブの前にその愛媛県の吉田町でライブが決まっててそれはまあえっと。 「えっと君版」の曲3曲と「ジングルベル」をね特別にそのクリスマスだしっていうのでやるっていうのであの決まってたからでなんか会長も多分これはもうそディオボーカルで多分そのまま行くと思うって言われたから私も「あ分かりました」って言ってまあ3曲だしやるきゃないしまあね別にできなくはないだろうと思ってやって。 吉田町のねやつは何とか終えてもうそのね2部をねどうするかを結構ずっと話し合っててなんか私は結構覚悟してたんですよ。その2部普通にバンド編成で結婚するのかなって思ってたからなんかちょっとでも早く準備始めなきゃと思って <laughs> 急いで家帰ってなんかその時私スーパーなんか薬局かなんかにいたんだけど急いで戻ってなんか。 全部の曲1回さらっていってていなんか意外とさ普段歌わない部分とか歌詞がさ分かんなかったりとかするんだよねちょっとなんか演奏だけの曲とかって。だれ急いでさらっていってたんだけどみんなで話し合って結局やっぱちょっと2部はなんか「君とバンドらしくね」そ <laughs> そういうういを励まそうの会っていうふうにしてそれぞれができることで楽しく やろかーっっかてなってそう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 あーありがとうななともくも嬉しそうなんかほんとなんか関東とかからみんなが駆けつけてくれてて本当に <laughs> ありがとうございましたそうそれでなんかあのー、ねなまあ2部はそうになってで一部そう一部がさアコースティックじゃんそれこそ一部がアコースティックバージョンで。 ええー、だってなんか、で、それね、その、吉田町の方で、アミュレットとローズマリーはもう歌うの決まってたから練習してたのね。で、ただ、なんか、えっと、君と二人、シャボン玉、歌んのせてが、<laughs> 歌ったことないんですよ、私、意外と。なんか、その、配信とかでちょっとやってみようかなとかですら、やったことなくて。頑張った、頑張った。ありがとう。みんなの目が優しかった。 耳も優しかった <laughs> そ,うそれで、ね、本当にに何か前日か前々日ぐらいにセットリストを決める感じになってねまあ一部のアコースティックもやる,やるしかないよねってまあ,あの MC でも言ったけどやっぱ中止になるっていうのが一番良くない私たちも嫌だしリサちゃんもやっぱ負担になっちゃうその自分のせいでとか思って欲しくないからそうだからまず中射はもう考えてなかったんだけどそうで。 会長から「その何なら歌える?」って言われたんだけどなんかって言われるとそのなんかキーが出ない曲もないしうーんなんか音程が全く取れませんっていう曲もないしやっぱなんか「できません」っていうような曲はなかったからまあ、何でもいけるいけないけどまあいけますみたいな。 <laughs> 歌えなくはないですな感じで言ってそこで泣きましたいや私もちょっと危なかった危なかったというかもうほぼ出てたようなもんですけどそうなんですよで、ね、んかセットリストなんかそうなんか会長が気使ってなんかそのアコースティック曲数減らすって言ってくれたんですけどでななんか例えばトーク入れるとか んかねこっちの事情こっちの事情私のね事情では関係ないからその来てくださるファンの方にはだったらまあどっちみちさその100%のものは届けられんやもう私の歌声ではもうそれはなんかそれは分かってることやからだったらまあできる限り全部やった方がいいわと思ってだから「あいや普通のセットリストで大丈夫です」って言って、あのーえっと、5曲か。 5曲も歌ったことなかったからもうめちゃめちゃ緊張しちゃった本当に。に「アミュレットローズマリー」えっと「えっと、シャボン玉君と2人歌のせて」を歌わせていただきましたでももうすぐすぐ隣に舞ちゃんがいてくれて今回って2人セットだったから、うん、横向き横同士でねすぐそこにいてくれてたからなんか 安心感があった。その、舞ちゃんも私がすごいドキドキしてるの分かってるから、うんん、舞ちゃんはあんま緊張したそぶりをこっち見せないように、まあいつも落ち着いてるからね、あれなんだけど、してくれててなんかね。そうなんですよ。いやー、りおちゃんは、そうですね。りおちゃんそうですね、じゃあ。私はもう、いやーなんかね、でも、あの、よかったなって、 思いいましたいや,ーい,やこういい機会だったたと思ったやっやぱりさちゃんがの普段ねどういう気持ちで歌ってるのかも知れたし知れたというか感じれたし、うんまあ、私と比べてさやっぱりさちゃんボーカリストやから多分歌うのもすごい好きだしいつも楽しくやってくれてるとは思うんやけどやっぱやってみるとやっぱプレッシャーとかもすごいねあるし。 いつもよりまいちゃんの方を振り向いてたよね <laughs> そう不安すぎてもう本当にいやあかちっとさんこんばんはありがとうハマコありがとうもうなんか本当にねなんかそのディサちゃんのファンの方々が一部に来てくださってたのが本当になんかやっぱまデ、あ、ィサちゃんの人柄もそうだなって思ったんだけどみんなの優しさだなって思ってただなんか うんすごい緊張してやっぱ完璧なものをお届けはできないから私の歌声を聴いてどう思うかなというか何か届何届くのかしらみたいな気持ちだったんだけど私今までも感情でやってきたからライブって全部 <laughs> なんか MC もなんか本当に思ってることを言ってきたし感情を乗せてきた曲とかでもなんか。 機械的にってうよりも感情を乗せて今までやってきたからなんかアコースティックもやっぱ技術はないからもう感情を乗せるしかできないな自分にはってその表現するっていうのは好きだからもうとにかく歌詞に気持ちを込めようって思ったら込めすぎて涙が出るっていうね <laughs> 本当に <laughs> あのね4曲目までは大丈夫だったんでしょ ただもう最後の「歌んのせて」がもう歌んのせてのその歌詞を覚えながらすごいね重なってリサちゃんともまあみんなにもめっちゃ重なるんだけどなんかリサちゃんにも特に今タイムリーやから重なって舞ちゃんもさその最近ライブ出れなかった時にリサちゃんが歌ってるその歌んのせてを聞いてすごいなんかやばかったって言ってたからやっぱなんか。 ね、私もあの曲歌いながらそうメンバーにもすごいね当たるというかあの曲ってねそう感情が入りすぎちゃった「はいてありがとうよく歌った!うん」と思う <laughs> と思うことにしよう歌うのせてはね本当にだって写真とかシャボン玉とかさめちゃめちゃ新鮮だったでしょ私が歌ってるのい誰も聞いたことないやん <laughs> もうなんか。 いやーほんとすいません失礼しますって感じで歌ってたあももこちゃん本当あでもだからなんかそれこそさそのライブではやっぱもう私はボーカルじゃないなって思ったの今回やってみたもうもともと分かってた話なんだけどなんか歌うのすごい好きなんだけどもうメインボーカルは自分じゃないって改めて思ったというか代わりはできるけどなんか向き不向き自分のうーん より輝けるる場所っっててそれぞれぞあるんだなって思ってな思んか吉田町の時にねその愛媛っていうのもあって夜剣をやったんですけど夜剣っていつもまあ梨ちゃん基本で、ね、私もちょくちょく歌ってっていうツインボーカルなんですけど今回フルで一人でさあ歌ったからなんか愛の手とかが入れれないんですよねだから私はやっぱりその土台としてなんかその梨紗ちゃんの歌声とかがとかママイちゃんの演奏もそうなんやけどがあってそこになんか自分が その場の感情で乗せていくっていうのがやっぱなんか多分合ってるからやっぱ違うんだなって思った。<laughs> でも代わりは全然やる。なんかもし誰かがまたピンチになったら全然歌うしもう全然やりたい。やっぱいい経験になる。歌うのは好きだからやるんだけどやっぱうん民謡カルは違うって思った。デ <laughs> ィサコだって思いました。あリュウさん本当。 いやシャボだから私ちょっとシャボン玉が一瞬怖くて会長に言い,そう言いかけたんですけどシャボンいやまだできなないいのはないです <laughs> シャボンまでで止めてあの曲がね結構そのなんだろうギターのフレーズもね普段自分が弾いてるのと違うから間に合うかなみたいなとこでごめんねちょっと譜面台を置いてのものになっちゃったんですけど。 いや入って今ハスキーボイス通り越してもカスカスでしたよ <laughs> 一部とあの何何で名古屋の一部二部終わったあと <laughs> 当にもう全部使っちゃって「<laughs> こんばんはあッパフェネコさんありがとう」「そうもう一丁」もうとか「だって」とかもなんかなんだろう、うん「愛の手」そうそうそう入れる余裕がねやっぱずっと歌ってるとないからそう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 。 だから、改めてねやっぱそれぞれがすごい合ったものを担当してたんだなと思ってそうそうそういやーいや浜子間に合いや間に合おうとしたかた間に合いたかったんだけどねもう結構その戸惑っちゃったもうシャボン玉とかねそうなんですよねだから正直そのやっぱ覚えその 完成できるか問題ももちろんなんですけどあもうすぐ時間だねなんかシャボン玉ってさリサちゃんが加入してからできた曲で結構リサちゃんの歌声でイメージがついてるから,からそれを歌うってなーって思ってちょっと言ったんやけど一回会長に結局やることになったんですよね確かなんかねそうそれでやらないのも逆にファンの方からしたらどうなんだろうみたいな感じでなんか結構一人で勝手にめっちゃ悩んで。 結局やることにねしたんですけどうん清水さんこんばんはありがとうで話が止まらないねもうね乗り越えたから話せるけどちょっと TikTok ライブに行きましょうかねそろそろりおちゃんの良さが出てたありがとうジャックそうだからもっとそもそもねやっぱりさちゃんみたいにうまく歌おうとしてもねそれはやっぱ技術が足りないからそうもう 自分の歌い方でやるっきゃないよねと思って歌わしてもらいました。あー緊張したな本当にね。あのね面白かったと思うみんなから見てもで私なんか MC でも言ったけどなんかピアノの発表会の女の子みたいな格好してたんですよ。本当にだからなんかファンの方がなんかお母さんお父さんお母さんみたいな目で見てとこ言ってこうあーりょうちゃん大丈夫だよ頑張ってみたいな感じで。 すいません本当になんかドキドキさせてすいませんでした本当。<laughs> でも無事終えられてよかったですはい本当。まあまたちょっとなんか改めてでもボーカルもこれから言ってもやっていくわけだしなんか梨紗ちゃんにもいろいろまた改めて教えてもらおうって思いましたはいってことでちょっとまだ話したいんだけど TikTok、ok、ライブの方で続きは話しましょうクリスマスチキ会イの、ね、告知もしたいので んで,はではではでは後ほど準備でき次第始めまーす。ありがとう。ありがとう。じゃあ始まったら、ま、っ来てくださーい。ありがとう。